レギルス湖畔の戦いとは、第一次ラティウム戦争中の紀元前499年、もしくは紀元前496年頃に行われた、共和制ローマとラティウム人の連合軍との戦いである。紀元前509年、王政ローマの第七代の王であった、タルクイニウススペルブスが、ルキウスユニウスブルトスラによって、ローマより追放され、 エトルリア出身であったタルクイニウスが支援を求めた、ラティウム人たちが主導して起こされた戦争が第一次、ラティウム戦争であり、当戦争中の最大の戦いとされる、レギルス湖藩の戦いは、リヴユウスによると、紀元前499年もしくは、紀元前496年頃に行われたと伝わっている。レギルス湖は、ローマ市内のセルウィウス城壁から十五マイル東の、 クラスカーティア・トゥスクルムの遺跡からほど遠くない立地にあったとされる。ローマ側は独裁官、アウルス・ポストミウス・アルブスと、独裁官ポストミウスのマギステル・エクイートゥムであったティトゥス、アエブティウス・ヘルーアラが軍を率いた。一方のラティウム人側は、ラティウムトシトゥスクルムの王子であったオクタヴィウス・マミリウスとタルクイニウス、タルクイニウスの息子、セクストゥスが指揮官となって、ラティウム軍を率いた。 タルクイニウスが率いたことで、ローマ軍は過去のどの戦いより激しく戦った。タルクイニウスはポストミウスとの戦いの初めの段階で負傷し、アエブティウスとマミリウスの軍の戦いでは、アエブティウスは胸に重傷を負った一方、マミリウスは腕に軽傷を負った程度であった。追放されたローマ人で構成されたタルクイニウスの軍隊は、 ローマ軍の後方から攻勢をかけて、紀元前505年に、失勢官を務めたマルクス・アレリウス・ウォルスは、セクス。ポストミウスは、自らの護衛部隊の中から部隊を切り出して、戦闘へ投入。マミリウスは、ティトス・ヘルミニウス・アクイリヌスによって討ち取られたが、ヘルミニウスも槍で突き殺された。ポストミウスは、騎兵部隊に、馬から降りて、 敵を攻撃するように指示し、ラティウム軍は交代し、ラティウム軍の陣営は制圧された。ポストミウスとアイブティウスは、ローマで外戦式を挙げ、ポストミウスは、この戦勝をもって、レギュレンシスの損傷を得た。一方のタルクイニウスは、ローマへ戻ることはなく、紀元前495年頃に、亡命先の空前で死去した。ローマの伝説では、ディオスクロイが、騎兵となって、 勝利に導いたとされる。ポストミウスは二人が馬に水を飲ませていたホロルマーノにディオスクロイの神殿を建設するように命じたと伝わっている。レギルス湖畔の戦いが行われたとされる、プラタポルキ一帯一時、出典二時出典ありがとうございます。